セントチャールズ軍はアメリカ合衆国ルイジアナ州の南部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は52,780人であり、2000年の48,072人から9.8%増加した。軍庁所在地は国勢調査指定地域のハーンビルであり、同軍で人口最大の町はルーリングである。18世紀と19世紀は、 1720年代に退去して移民してきたドイツ人開拓者が開いたミシシッピ川沿い、ジャーマンコーストの一部だった、アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は410平方マイルであり、このうち陸地284平方マイル、水域は127平方マイルで、水域率は30.85%である。セントチャールズ軍は、 行政府と立法府によって統治されている。行政府は、軍長が主張である。立法府は9人の委員会で構成されている。軍内は7つの地区に分割され、それぞれ一人の委員が選出される。さらに2人が、軍全体を選挙区に選出される。軍全体の選出者は、A 委員と B 委員とされ、A 委員は、東岸の住民であり、B 委員は、 西岸の住民でなければならない。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。セントチャールズ郡、ズセントチャールズ郡には法人化された。町がない。以下のリストは国勢調査指定地域、または未編入領域である地理。ありがとうございます。